皆さんこんにちは。フィリピンダボー情報チャンネルの町田です。本日もフィリピン全国とダボー地域の情報についてお伝えしていきます。まずはフィリピン全国の新型コロナウイルスの感染者情報についてこちらです。これは2020年の8月9日日曜日の情報となっています。新型コロナウイルスの新規感染者が3109人出ています。真ん中の黄色い数字のところですね。これにより感染者の総数は129,913人となりました。この数字は右側のちょっと下の方にある女の人の絵の上に書いてある数字がフィリピン全国の感染者総数の数です。フィリピンの保健省は毎日感染者速報というのを午後4時に出しているのですが、今日8月10日はシステムエラーにより速報を出せるのが午後8時以降になるとの通知が Facebook 上でなされていましたので、いつもであればですね、仕事終わって帰ってきたら大体速報が出ているんですが、今日はまだ動画作っている時点で出ていないので、昨日の8月9日の情報をもとにお話をしています。はい、それでは話が戻って新型コロナウイルスの感染者数ですけども、ちょっと1ヶ月前のデータで7月31日のものがこちらにありますのでご覧ください。はい、こちらですね。で、こちら感染者の総数、また右側のちょっと下の数字なんですけども、7月31日時点では93,354人でした。それから1日あたり平均4062人の新規感染者が出続けていまして、8月に入ってから最初の9日間で36,559人も増加し、この8月9日の129,913人となっています。9日で36,559人増えたということなのですが、サンスターダバオ新聞の記事によりますと、今年の1月30日に初の感染者がフィリピンで1人確認されてから、6月30日までの上半期の累積の感染者数がですね、37,514人であったとのことでして、この8月の最初の9日間と、最初に、フィリピンで初の感染者が出てから半年間、上半期半年間の数字というのがほとんど変わらないという記事をサンスターダボの記事が伝えています。もちろん検査施設の数が増加するに伴って、検査人数も増えているので、それだけ感染者が増えているというのもあると思うんですけども、この感染者の増加のスピードというのは驚かされますね。はい、それでは続いて8月9日の感染者の総数の129,913人から回復者と死者の数を除いた現在も陽性の状態が続いている人たちの数が 59,970人となっています。まだ病院にいる患者さんや隔離されている感染者の方たちを、この数は示しています。そして中央の円グラフなんですけども、これはこの陽性の状態が続いている人のうち症状の度合いを表したグラフなんですが、マイルドというのは軽症、これが全体の 91.2%、 ほとんどの人が軽症です。続いてアシンプトマティックというのは無症状の人が全体の 7.5%。 なのでこの軽症の人と無症状の人は合わせると 98.7%、 もうほとんどの人が軽症か無症状であるということですね。そして重症の人が 0.7% で、致命的な症状の人が 0.6% となっています。そして左側に書いてある NCR というのはマニラ首都圏の新規感染者の数でして、これが1700人ですね。フィリピン国内の中でマニラ首都圏からの新規感染者が最も多くなっています。続いて8月9日の回復者ですが、654人が新たに回復したということが報告されています。そして回復者の総数は 67,673 人となっています。そして新たに61人の死者が出ています。ただこの死者の数はですね、1日で出た数ではなくて、過去に死亡した人の情報が確認されて、1日の新たな死亡者として出されているんですが、この61人のうち4人は5月、6人は6月、34人は7月に死亡しており、8月に入ってから死亡した人というのは17人であるということです。で、それが合計されて8月9日に集計されて、新たな死亡者として61人と集計されているということです。これで死者の総数は2270人となっています。保健省は160万人以上の個人が新型コロナウイルスの検査を受けていると、このようにデータで出しています。
はい、というわけで感染者が本当にですね、増えていますし、もう経済を回していかないとしょうがないということで、規制もですね、本当はもっと厳しくしなくちゃいけないんでしょうけれども、基本的に仕事をしている人、またはもう買い物したい人は結構自由に外に出れるようには、マニラ首都圏は今ちょっと厳しくなってますけども、それ以外の私の住んでるダバオ地域とかでは感染者が増えていますけども、結構自由に外に出られるようになってますので、フィリピンにお住まいの方は引き続きお互い気をつけていきましょう。はい、次の情報です。フィリピンでは8月15日から公共交通機関に乗る際に、このようにですね、フェイスシールドというものを着用しなくてはならなくなりました。もう義務付けられます。で、これいろいろ議論がありまして、乗客だけでいいと最初なっていたのが、現時点、この動画を作成している8月10日時点ではドライバーもこのフェイスシールドを着用しなくてはならないとなっています。このようにメガネタイプで私、最近買ったんですけども、こうやって装着するんですね。で、これだけではなく、マスクも着用しなくてはならないということですね。今のところは公共交通機関に乗る際だけ一般の人はこれをつけなくてはならないと。あとは人が多く集まるモールで働いている人とかもこれを着用しなくてはならないというのが別途決まりでありますね。そしてこのフェイスシールドなんですけれども、これは顔の全部隠れるようになってるんですが、半分の目だけを覆うようになっているのもありまして、以前はそれも着用可とされていたのが、今日時点での一番新しい情報はこのように完全に顔を覆うタイプのものでないとダメだということになっています。はい。なので、これがないと公共交通機関には乗ることができないと、フィリピン全国で8月15日からなります。ただ、マニラ首都圏では8月18日まで修正を加えた強化されたコミュニティ隔離 MECQ となっているので、基本的に公共交通機関は動いていないですね。なので、それが終わって公共交通機関がもし動くようになってからはこれが必要ということになります。で、このフェイスシールドの着用についてはですね、もちろん国民からいろんな声が出てまして、反対の声ももちろん出ているんですけども、今お金がない中でさらに費用負担かけるのかっていう声が出てるんですが、その意見に関して運輸省のアーサー・トゥガテ大臣がですね、このフェイスシールドを追加のコストや不便に思うのではなくて、新型コロナウイルスに対する必要な保護の、自分を保護する道具として、捉えてくださいということを発言しています。また、これは報道でなされているんですけども、フィリピン大学とフィリピン総合病院が共同で行った調査によると、物理的な距離を取ること、ソーシャルディスタンスを取ることに加えて、マスクとフェイスシールドを着用して、これをちゃんと実行すると、ウイルスに感染する可能性を99%も減らすことができるという調査結果が出ているそうです。まあ、これは私の個人的な見解でなく、フィリピン大学とフィリピン総合病院の研究として行われて、それがフィリピンの新聞の記事に出てたということですね。ということで、まあ、外に行かれる方はやっぱりこういうのをしておいた方がいいのかもしれませんね。まあ、もちろん公共交通機関に乗る人はこれが必要になりますので、8月15日以降はお気をつけください。最後に、私が住んでいるダバオ市の状況について少しだけお伝えしますと、今は、以前必要であった FM パスという外出許可証や、決められた日しか外に出られなかったんですけども、今はもう基本的に夜間の外出禁止も解かれていまして、自由に外に行けるようになっています。まあ、60歳以上のシニアシティズンの方とか、基礎疾患を持っている人とか、妊婦さんは出ないようにということは一応ガイドラインには書いてあるんですけれども、厳しくそこまでチェックをしているということはないですね。モールとか買い物に行く際も、入り口で、検温をして、あとは手のアルコール消毒をしたら、誰でも基本的には入れるようにはなっています。そして、以前は日曜日は全く外出禁止だったんですが、今自由に出られるようになってはいるんですが、これもサンスターダボーのオンライン記事に出てたんですけども、日曜の人通りとか車通りはすごい少なくなってると、外出できるにもかかわらず車の量も少ないし、モールの中の人の量も減っているということが書いてありました。またジープニーとかも日曜は今あんまり走ってなくて、逆にモールとかで働かなくてはならない人たちが不便しているという、そういう記事が書いてありました。はい。というわけで、私の動画ではこのようにフィリピン全国と私が住んでいるダバオ市の状況についてお伝えしています。チャンネル登録がお済みでない方はぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。